中年オタッキーです。先日は、初ライブ、たくさんのご来場いただきありがとうございました。ほんで、まあ、予告も何にもほとんどツイッターでちょっと予告しただけで、知らなかっただって言って、まあ、来れなかった人もすいませんでした。これからね、まあ、時間があればですけど、月末ね、月末、まあ、31日とか32日とか、一番月の最後の日で、パケット、私ポケット Wi-Fi でねほとんどやってる、移動してるんで、ポケット Wi-Fi のパケットが残っていればね、あの時間があればライブをしていこうと思います。そのライブのねお題が、どうなるかっていうのがねちょっと微妙なんですけど、でこれライブ実はさっき終わったばっかりです。うるせえよさっき終わったばっかりで11時に終わって、で1時間走って自宅に帰って荷物を、取りに行きますって言って、その荷物を取ってきました。開封動画ですね。今回ね、同じ方からカメラ2台とそのレンズ3本ですね、を、送料込みで2500円で購入しまして、使えるかどうかっていう開封動画になっていきます。それではスタートしていきます。ますよ、開けていきますよ。そうでしょうね、今回はね、一応ね住所が分かるようなものはすで、に外してありますが、本当にねガチでガチで開けます。ほんで今回の特徴はね、以前から言ってたカメラショーからジャンクを買うなという鉄則を外してます。つまりカメラショーから買ってます。なんでカメラショーから危険を犯して買ったの、欲しかったから欲しかったからです。一か八かですね。まあもしかしたら大失敗するかもしれないんですけども、まあ大失敗した時は大失敗した時でいいじゃないかと思いまして、購入しましたが、どうでしょうね。さあ出てきました。まずはミノルタじゃね、キャノンだ。キャノンの古いやつですね。R マウントって言われて、一眼レフカメラが出てきました。番号が書いてある、なんかテープ貼ってあるね。軍艦部にテープが貼ってありました。これですね。これどうやって使っていいのかもわかんない。あ、これ下に巻き上げれば上がるんだ。いきなりミラーがこちゃくした。シャッターは切れますという、情報だったんですが、シャッターは反応しましたが、切れるっていう表現はちょっと、微妙ですね。はい、シャッター膜が固着している模様ですね。使いません、使いませんね。これは修理が必要ですね。レンズはどうでしょう。使い方が分かんねえな、古すぎて。絞りが固着しているようです。状態も良くないな。ちょっと期待してたんですけどね。あ、これフィルターが悪いだけか。フィルターが悪いだけだ。レンズはまあいけてますね。ちょっと曇ってますけど、絞りがね油か何かで固着してるから分解はしなきゃダメですね。まあレンズは使えそうです。ただ R マウントのカメラ、私これしかないんで、このカメラをなんとか修復しなければなりませんね。まあこのぐらいのことはまあ予想してました。古いもんね。これ FL マウントと共用なのか。知らなかった。つまりこのレンズは FL マウントのカメラで使えそうですね。使えるのかな。はまんねえくな。まあとりあえず置いとこう。とりあえずこれは使えません。
はい、次いきますよ。やっぱりカメラショーから買うと本当にジャンクだな。自分で証明してしまった。ハサミさん。まあでも古いカメラなんでバラせばなんとかなる。気を取り直して次いきますよ。あ、ペンタックスのレンズ出てきたね。これは動いてほしいぞ。これはぜひ動いてほしい。なぜならオートフォーカスのレンズをバラす自信がないからだ。ちゃんとレンズキャップもついています。お、綺麗だぞ。お、綺麗だな。あー、ちょっと曇ってるかな。曇ってるな。パッと見は綺麗なんですけどね。中玉ぐらいが曇ってるのかな、これ。影響出るかな。巡光だったら出ないかな。まあ、つけてみよう。よっ。よっ。ちゃんと合掌しますね、うん、うん、動く。使えることは使えそうです。ただ曇ってます。曇ってますので分解が必要ですね。どこが曇ってるんだ。あ、前玉っぽいぞ。前玉っぽい。一番前の裏だな。一番前の裏が曇ってる。一番後ろもちょっと曇ってるっぽいか。ちょっと前の曇りがきつくて分かんない。一番前はこれはカニ目で回せそうだな。うん、というわけでこいつは要分解。とりあえず一番前を分解してみて、様子を見ることにしましょう。現状では使えません。現状では使えないですね。分解が必要です。はい、続きまして別に入ってきたけど、送料はね一点もんだったんですけど、よいしょよいしょ。レンズとカメラが別々で入ってきたな。カメラは結構どうでもいいんだけど、まあ一応開けていきましょうか。これレンズが欲しくて落としたんですけども、よいしょ。ミノルタの SR1 です。動いてますね。ちょっと動きが、シャッター幕の動きが鈍いかな。うん、シャッター幕の動きが明らかに鈍い。明らかに鈍いね。いいよ。うん。多分使えない。多分使えない。すごいシャッター速度が遅い。要分解です。まあこれは別に良かったんですよ。あのレンズが欲しかったんですね。僕結構やるんですね。あのレンズが欲しくてカメラを落とすっていうのがね。この手のカメラはレンズ付きで買った方が、レンズ単品で買ったより安かったりするんですけど、今回はやっぱりカメラショーから買ったっていうのがね、大きく響いてるかな。微妙だな。微妙だな。使えるかな。ほら、
これも前玉だ。前玉が曇ってる。あ、フィルターかな、もしかして。かもなく不可もなくなレンズですね。うん、ボディにつけてみよう。これミノルタの、オートロックオール、絞り込み速攻のやつですね。合わせマークはどこだ。あ、案外いけそう、いけそうだぞ。綺麗綺麗綺麗ですね。あんまり影響出てないです。うん、これは使えそうです。よかった、やった。まあ分解した方がいいことはいいね。分解情報を後で見てみよう。うん、ま、そんなわけでした。今日の開封動画、開封動画ですけど、1勝1敗1引き分けぐらいかな。とりあえずこのレンズは、後ろ玉と中玉が弱曇りです。このままでも使えます。このままでも使えるけど、逆光とかだと激しく影響が出ると思いますね。で、このレンズ、このレンズはね、前玉がね激しくカビてます。前玉がカビてて、よいしょ、カビてるっていうか、これね結露かなんかで汚れちゃったんだろうな。うん、で多分カニ目で回して分解したら多分掃除できると思います。これは一緒にしてもいいかもしんないね。オートフォーカスも動いたしね。でカメラボディの方はこれはもうアウトですね。ほぼアウト。で、こいつももしかしたらアウトかもしれません。こいつがアウトだったらまあまあ悲しいな。ちょっと使ってみたかったんでね。うん。今頃動いた。今頃動いたぞ。お！こんなもんだな。動く動く。あ、まだ止まった。これよくあるな。うん。長いこと動かしてなかったらやっぱね、これは分解して油を入れた方がいいね。うん、よあんまり荒っぽくはつかないと。よいしょ、まあこんな感じです。今日の動画はこんな感じになります。ね、まあ1勝1敗1引き分けぐらいかな。まあそんな感じです。皆さん結論、カメラショーから買うな。そういうことですね。そういうことです。カメラショーから、ジャンク品は買わないように、まあこんな感じになります。微妙な品物ばかりです。分解するテクがある人はね、安くていいかもしれないですよ。だってこんだけ買って2500円送料込みですから、美味しいかもしれないです。分解してね、ちゃんと修理できる人は美味しいかもしれないです。今日の動画はね、そんな感じになりました。もう1時になっちゃう。俺は5時半に起きなきゃいけないんで、もう寝ます。それではまた。